背番号7番菅野哲也です。今年は JFL15 試合という、ね、短いシーズンの中だったんですけども、サポーターの皆さんやあの応援してくれる、ね人がいる中でしっかり戦うことができたんで、ありがとうございました。悔しい結果だったんですけども、まあ、来年に、ね、つながるような戦いができたと思うんで、まあ、これからも奈良クラブよろしくお願いします。ありがとうございました。